では、今日は順天堂大学医学部に現役で進学される K 君にお話を伺いたいと思います。 K 君、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 K 君ね、もう学力的にはね、もうかなり仕上がってる感じはあったんですけど、やっぱり最後のね、はい、小論文とか面接ね、そこ手薄だったよね。やっぱりちょっと心配でしたか。はい、そうですね。まあ、学力の方を結構意識してやってたので、面接小論対策は直前まで何もやってなかった状態だったので、かなりもう、何からやっていいのか全く分かんなかったっていう感じで、まあ、なるほどね、かなり心配ではありました。ああ、そうですか。ね、まあ、もうね、そんなに時間もなかったので、まあ、具体的にね、受験校意識してね、ご指導させていただきました。はい、まあ、順天堂の他にね、日本医科大学にも正規合格されていてね、はい、うん、日医とか順天、ね、実際の小論文の授業を受けてみて、どうでしたか？僕の場合は、もう基礎から医療者になり、医療に携わるものとしてこうどういう考えをしなきゃいけないのかっていう、まあ最初の小論を書く前の時点をまあ何もやってなかった状態だったので、まあその一番最初の小論の授業ではその基本的な考え方というまあ立場を学んで、そこから各大学にまあ、つなげていった、対策をしていったという感じだったんですが、まあ、その授業の合間でも、自分のあんまり捉え方として持っていなかったような考え方を、まあ、先生から教わって、かなり、小論対策以上のもの、面接にもかなり役立ったかなっていうのはあります。うん、そうだね。実際に、日本医科とか、順天堂の小論文受けてどうでしたか？そうですね。かなり自信を持って、順天が一番最初だったので、かなり心配してはいましたが、まあ、戦争のお題だったりとかして、自分の思うままを、まあ、意識し、習ったことを意識しながら思うままを書いた感じで、順天堂は、面接でも、小論文のことを聞かれることがあったんですが、その際はかなり手応えが良かったというか、小論に関して褒められたぐらいだったので、まあ、自分が思うまま、まあ、なんか作ったりしないで学んだことをそのまま出すって感じで、日医の方もかなり書きやすい話題ではあったので、緊張はしましたが、まあ、習ったことすべて出せたかなっていう感じです。うん。ね。やっぱりね、そうやって、指導の成果をうまく出していただけてね、ご担当の先生もきっと喜んでると思います。はい。ね。まあ、日医はね、日本医科大学は面接グループ討論でね、うん。まあ、そちらの方のご指導もさせていただきましたけれども、グループ討論、どうでした実際には。僕にとっては、お題がかなり言いやすいお題、考えやすいお題だったので、まあ、他の人の出方をまず考えついてはいたんですが、他の人の出方を伺ってからの方が、まあ、話しやすいのと、あとは緊張はしますが、かなり雰囲気はよく、面接官の方もすごいうなずいて聞いてくれてたので、雰囲気よくできたかなっていう感じで、ただ誰もその誰かを落とそうとするようなこう攻めた感じはなかったので、それが一番良かったのかなっていう感じでした。うん。で、先ほど話してくれたように順天堂の面接も非常にいい感じだったみたいでね。はい。はい、あ、まあ本当にね、現役で医学部合格素晴らしいと思います。まあ、最後にね、医学部を目指す後輩たちに何か一言お願いできますか？そうですね。まあ、医学部に関しては、やっ
まあ面接もありますけど、まずは学力が大事で、やはり学力試験通らないとその後もないので、一番集中するべきところはまあ学力の向上だと思うんですけど、まあそこに関しては正しいやり方、あとは結構周りの意見をちゃんと聞くっていうことを取り入れて、ひたすら勉強することを意識していれば、まあ、僕の場合スタートは遅かったですけども、全然そこからでも間に合う。まあ、それ遅かったからこそ、まあ後半頑張れるっていうのもあるので、まあ最後まで諦めずに勉強し続けることが大事かなって思います。はい。ね、後輩たちも勇気を持って続けると思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。